猫砂、猫砂、猫砂、猫砂は猫の飼育に用いられる排泄用の砂の一種である。単なる砂を刺すことも多いが現在では猫の動物の生理的習性を動物学の見解をもとに作り上げられた粒子状の人口を刺すことが多い。猫という生物は自身の排泄物を砂に埋めて隠す習性があることが知られている。これは 単に自身の居住環境を衛生的に保つ目的だけではなく自身の縄張りの中で排泄物の匂いが他の生物、特猫が狩猟するネズミやウサギなどの小動物に悟られてしまうことを防ぐためでもあり小動物の中でも捕食者となる猫が自身の排泄物を砂で隠す習性の根底にはこのような事情があるからであるいうのが定説となっている愛眼動物として 世界中で親しまれてきた猫であるが、かつて日本では、愛玩動物の話し飼いが多く、特に猫に関しての話し飼いは小型で人を襲う事例が極めて少なかったこともあり、危険性が低いとみなされていた点も、相まって猫の排泄行為、及びその勝利は自然の摂理に任されていた。これは昭和48年に制定された動物の愛護よび管理に関する法律、現） 同愛護管理法の中に猫の話し飼いに関する記述が盛り込まれていなかったことも挙げられる。しかし、環境省の調査から他の動物と同様に猫の排泄物からも寄生虫などの媒介となっている事例が多発表され、2002年2月2日より動物愛護管理法の基準改定により、東京都が先立って猫を室内で飼うことを要請。その後、各自治体で 猫の室内飼育を基本であるとする条例が広まったことが背景とな、また、それに伴ってペット飼育家とする物件が増えたことも、相まって猫の室内外が一般的となって、飼い主は排泄用に猫トイレの必要性が高まった。これにより猫にとって排泄しやすく、あるいは排泄後に砂かけ動作を行うことができ、かつ、猫側からも飼い主側からも、 室内の清潔を保ちやすい猫トイレが必要となったと言える。猫トイレには単純に砂を用いることも可能ではあるが市販の猫砂を用いることによってより両者の要求を叶えることができる。猫砂は上記の通り猫の動物学的な見地に基づきより理想的なものが考えられたと言える。まず野生の猫は 自身の排泄場所を柔らかい砂質の土壌で行うことが知られている。猫砂の代用品として、新聞紙をちぎったものと、柔らかく一定の吸水性が認められるもので、猫砂の代用とすることも可能ではあるが、消臭効果がないために複数回の排泄を行うと、猫が自身の排泄物の意を忌避してしまう傾向もある。したがって、猫砂には一定の消臭効果が求められる。 猫の排泄物で特に尿に関しては人間のそれと比較して強烈に匂うことで知られている。これは猫の尿にはフェリニンと呼ばれる硫黄を含んだアミノ酸化合物質が含まれており、これがカルボキシルエステラーゼに似た物質である好奇心というタンパク質を触媒として臭い発しているためである。なお、 猫は人間とは違い、健康体であってもタンパク質を尿として排泄させることが通常となっている珍しい生物であるため、猫の体調の良し悪しにかかわらず、猫の尿には蒸気の通りタンパク質が含まれる。これがいわゆる猫臭の原因ともなっている。なお、メスや去勢したオスよりも未去勢のオスが圧倒的に高い数値のフェディニンが検出されている。 ことが解明されており、さらに前述の好奇心の分泌も加齢によって高まることから、これらに該当する個体の尿は特に強烈な匂いを放つ。したがって、猫砂には二つの要素が求められる。一つは、猫が自身の生理現象に対して一定の消臭効果が認められ、さらに排泄がしやすい砂が求められる。もう一つは、 人間側から感じる居住の快適性である。つまりは、室外飼育が念頭となるとすれば可能な限り無臭に近い環境を作る必要性が求められるようになったと言える。また、猫砂も使用後は不衛生なゴミとなるため、その処分のしやすさも求められるようになった。今日の市販される猫砂とは、ペットと飼い主の双方の要求や利便性。 そしてより快適な環境を理想的に求めた結果、誕生したものと言える。猫砂の中でも利用者の多いと思われるものは、主成分が粘土の一種であるベントナイト系の猫砂が挙げられる。ベントナイトは非四交換能が高く、単体でも水質浄化、排水処理等に用いられる。主要産出国は、アメリカ合衆国であるが日本でも年間10トンほど産出しており、 猫砂以外にセラミックの生成にも使われている。ベントナイトは戦術の通り主成分が粘土であるために吸着剤としての作用があり、猫の尿を吸着して固まりやすい。また、非イオン交換能が高いために周期を抑える効果もある。猫砂として販売されるベントナイトは乾燥した粒子であるため、猫側から見ても柔らかい砂の上に排泄物を出すような形になり、さらには 猫もそれを埋める行為に関して容易に行うこともできる。ベントナイト系の猫砂はこれに脱臭剤、抗菌剤、あるいは固まりやすいように重曹などを加えたものが市販されている。固まった猫砂は専用のスコップで容易に取り除くことができるために清潔を落ちやすく、湿気やアンモニアなどを吸収してくれるために悪臭を緩和することができるので猫側も複数回の排便を 行っても忌避しにくい。欠点としては、通常の砂と同じように猫の排泄後に周囲に散らばることや、砂を人間用の水洗トイレに流せないという欠点もある。紙、おがくず、おからのように自然環境に廃棄しても分解する植物資源を由来とした猫砂である。戦術の鉱物由来となるベントナイト系の猫砂と比較すると、 万が一子供が猫砂を口に加えるなどをした状況や猫にとっても安全であると言われている。排泄物の吸収性はベントナイト系と比較して生分解物質系が勝る。一般的なちぎった新聞紙を敷いて猫用トイレとするよりも脱臭性ははるかに勝るが、尿や糞の水分を吸着しやすく、また吸着すれば雑菌が繁殖しやすいために、 汚染されてしまった部分に関しては、入れとして二次利用をせずに廃棄することが望ましい。ただし、防火備剤や抗菌剤を猫砂に含ませている捨てる部分が多くなるため、ベントナイト系の猫砂に比べると費用が高くつく、傾向がある。ただし、大粒に成形されて散らばりにくい点や初期利用時の脱臭性など、ベントナイト系より優れた部分がある。処分に関しては糞尿をトイレに流し、 猫砂は燃えるゴミとして出すことも可能であり、近年は固まるタイプの生分解性物質系の猫砂も登場し、処分に関する容易さが向上している。その他の猫砂としては、シリカゲルを用いた製品もある。シリカゲルは多孔質構造、最高構造を持つために質量と比較して、表面積が広くなる。そのため乾燥剤などに利用されるが、 猫砂に用いられて、尿などの水分を吸収する役割として使用される。一定量の水分を吸収すると飽和状態となって、尻ゲる自体に水分の吸収力がなくなるためそのまま尿が透過して、下のトレイに尿が落ちる。尻ゲるの猫砂は、抗菌効果が非常に高く、脱臭する力も極めて高い。しかし、戦術のように、 シリカゲルを透過して、下のトレイに尿が落ちるため、猫砂とは、ベッドに、トレイにペットシーツ、吸水ポリマーの入ったシートや厚手のマットを敷かなければならない。したがって、シリカゲル系の猫砂を使用する場合は、猫用、トイレ自体も上段と下段にトレイが分かれた専用のものを使用しなければならない。シリカゲル系の猫砂は、下流状になっており、 おおよそ直径 0.5mm から 8mm 程度のものであり、ほぼ球状の白ないし、白に近い猫砂が多い。長所としては、猫砂自体を繰り返して使えることであり、長期間にわたって脱臭力が落ちない点である。ただし、メーカー側によって脱臭効果の持続性が違っている点もあり、抗菌効果のあるシリカゲルであっても、一般的には、 衛生面を考慮して1ヶ月ごとに交換することが勧められる。短所としては初期投資が大きくなる点である。戦術の通りシリカゲル系の猫砂専用の猫用トイレを購入しなければならない点である。また、猫砂自体は長期的な使用が可能ではあるが、定期的にペットシーツを交換しなければならない。これ自体は燃えるゴミに出すことは可能であるが、 ひたひたに猫の尿を吸収した、ペットシーツをビニール袋などの入れて捨てる手間がかかる。さらには、他の猫砂よりも散らばりやすい点も挙げられる。シリカゲル系の猫砂は球状であるため、猫用トイレから飛び出した猫砂はどこまでも転がってしまい、さらには、好奇心が高い猫は、シリカゲルの猫砂をおもちゃにして遊び回ることも多々ある。特に幼児がいる家庭では、部屋の隅や、 家具の隙間に入り込んだ猫砂を加えて飲み込むなどの事例もあり注意が必要である。ただし、尻ゲる自体は無害だと言われている。猫用トイレは平らなトレー状のものから深く縁の沿った深皿型、あるいは周囲を覆い隠したボックス型などある。これらの需要は猫砂の開発と改良に伴うものであり。 特に、シリカゲル系の猫砂のように大変散らばりやすいものが、登場した後は深皿型やボックス型が増えてきている。矢野経済研究所が調査した2008年度のペットビジネス市場規模によると、ペット用品の中で急速な伸び率を示しているのは、ペットシーツや猫砂であると報告がなされた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。